武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、まず、工学部、教育学部、経済学部でそれぞれ問題があって、まあ、工学部はこちらはまあ数3まで、必要な形ですね。で、大問4題で100分、そして、教育学部は、2B までで大問3題で80分、経済学部 2B までで大問4題で、100分という形になっています。で、大半の問題が工学部、の問題、教育の問題、経済の問題は被っていますので、まあ、割と、まあ、難易度も全部同じですね。まあ、3の問題が他のものに変わるぐらいのものだと考えておけばいい。数3の範囲ですね。工学部の問題が、まあ、2B の範囲で他の問題に変えられるという形だと思っておけばいいかと思います。で、問題の難易度に関してですが、まあ、基本的には、国公立の標準的な難易度の問題中心で、まあ、点数稼ぎたいわけじゃなければ、それこそ、入試筆記のいろはなどでいいとは思いますが、まあ、大問完答できるところまでしっかりやっておく、形であれば、国公立標準問題集、キャンパスなどをやり込んでおくと、いいかとは思います。で、まあ、問題そのものが、やはりその、まあ、過程を全部、基本的に技術で書いていく形になりますので、まあ、記述論述練習ですね、をしっかりやって、まあ、こちらの分野に慣れておくといいかと思います。で、出やすい範囲に関しては、まあ、微積、ベクトル数列あたりが、かなり出やすくなっています。また、文系の 2B まで出る学部だと確率も出やすいですね。まあ、3の範囲でも確率は出やすいですが、まあ、それでも微積などのがかなり品質になっているかとは思います。まあ、出やすい分野やっておくのはもちろんですが、まあ、どの分野出てもですね、問題が難しいわけではない分ですね、自分だけ解けないと非常に不利になってしまいますので、まあ、まんべんなく前半の対策をするように心がけてください。以上が数学の勉強となります。